こんにちは、ハッピーカムの松浦幸です。今日は毎年お母さんへのお誕生日プレゼントをご注文くださっている、方からのご依頼で、スペシャルな実りの秋ブーケを束ねたいと思います。毎年お送りしているからこそ、もう可愛い、エレガント、華やかとかね、おとなしくとか、いろんなパターンのお花を、お届けの方させていただいておりますので、今までにない実りブーケ、さあ花材の方を説明していきたいと思います。じゃじゃーん、何でしたっけ、これザクロじゃなくてサンザシ。めっちゃ可愛くないですか。これね、ポロポロっと落ちてしまったとしても、こんな風に少し飾っていただいても可愛いので、サンザシ思い切ってプリプリなところを入れていきたいと思います。そしてみなずき秋色です。紅葉してこっくりとした色合いがとっても美しいアジサイです。2回言っちゃった。関連木、お星様みたいでとっても可愛いですね。花言葉には、幸福が訪れるというような意味合いもあるそうですので、忍ばせてたっぷり幸せを感じていただきたいと思います。そしてそしてそして、オクラ。槍みたいですね。なんて不思議な形なんでしょう。はい、アマランサス。ファスティギアータ、茶色の、銅葉というのかな、とてもかっこいいリーフです。雪柳、通常であればマムとかをたくさん使うんですが、今回はとびっきり美しいマーム。非常にお色が優しいですね。とっても高級で、長持ちもしますし、この紅葉葉のお色にしっかりと合わせていきたいと思います。ハニカム、レッドフォックス、ドラセナ、とっても渋いお色です。バーゼリア、なんかブロッコリーみたいで美味しそうですね。リシアンサス、アンバーダブルショコラ、すごく深みのあるお色で美しいです。ケイト、キイチゴ、レモンリーフ、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 種類もの実り豊かな秋を束ねたいと思います。では早速束ねてみましょう。では今日はちょっとこの水無月を持ちまして、流れを見ていきたいので、ちょっと形をね、ぐっと どんな形になるのか今全然想像がついてないんですよ。どんな風になるのかなってちょっとワクワクしています。枝物であるとかの流れをそのまま生かしていきたいなと思います。ちょっとタイトめに持ってしまうんではなくて、伸び伸びと
めちゃめちゃ絡まってますね。可愛いんですよ。あのさんざしドリンクって言って、女性にはとってものすごくあの美容ドリンクとしても人気のある、フルーツになるのかな、さんざしって。ちなみに今我が家の冷蔵庫にもさんざしのあのドリンクが入ってます。お肌にいいそうで教えていただいてね。で飲まずにずっと冷蔵庫に眠ってる。今日思い出したから飲みたいと思います。今日絶対に必ず飲みます。ちょっとね、甘いんですよ、そういうドリンクは。甘酸っぱいというかね。思い出しましたね、あることに。危ない、危ない。もうこの時点で可愛い。この毛糸もね、とっても綺麗なんです。あ、どんなブーケになるのかな今日。ちょっと面白いことになりそうですね、これは。日頃あのお祝いだったりとかで非常にあの先生もされてたりする方なのでね、お母さんが。なのでお花たくさんもらわれるシーンが多い、たくさんお花を受け取られることが多いので、ちょっとこだわりのブーケというか、うわ、もう受け取ったことがないなって思うようなブーケにしていきたいと思います。それもやっぱり毎年ご依頼をいただくからこそ、そんな風にねちょっと遊びを聞かせようかなっていうようなチャレンジができたりしますので、私たちも本当に楽しませていただいています。でお母様がハッピーカムを大好きだからお任せでと、書いていただきました。いつもありがとうございます。ドラセナをちょっと聞かせていきます。でここにある花材全部というわけではなくって、ちょっと、様子を見ながら足していきたいと思います。かっこいいね、本当に。この秋が舞うとか、秋踊るみたいな感じでね。関連木も入れていきます。ググッとちょっと重みがあるので、少し、軸がしっかりしているような子でちょっとキープ。めっちゃかわいいな。チロッとこの花瓶からあふれる感じがいいですよね。毎回、完成図はイメージしながら束ねてるんですかっていうような質問もいただくんですが、完成図は全くイメージついていません。手に取る一本一本のその流れだったりとか長さだったりとかで形が大きく変わってしまうので、あまりにもこんな風に束ねようっていう風に決めつけてしまうと、思ったところにお花を入れてしまいがちになっちゃうんですね。でも
どこに行きたいかがまずお花、どこに向かっていきたいのか、どこが可愛いのかとかね、流れを意識して入れていきたいので、あんまり、私は形を先にイメージするっていうことはしません。ただやはり慣れてくると少しそのイメージがつきやすいっていうような場合はありますね。この辺もかなり重みがあるのでしっかりと押さえていきます。すごい茎の太さもうドラセナとかも入ってるから余計ですね。めっちゃかっこいいよ。ちょっとかなり、茎が太くて重いものが多いので、よいしょ、私の手でも結構いっぱいいっぱいです。かわいいこの三挿しが、え、合ってる？三挿し、そうそうそう、三挿しでこの左側にちょっとタラーンと思い切って、流れを作っていきたいと思います。アシンメトリーな感じで、せっかくなのでこの三挿しとかオクラ、あと雪柳の流れですねを生かしたブーケにしていきます。おお、重たい、あめっちゃくちゃ重いです、めちゃくちゃ重たいです。おお、重たいこれ今までのブーケの中で一番重たいかも。オクラも三挿しもね、結構時短重いです。すごい重いですね。今までのあのバラを100本とかに、え、何本だったとかっていうのよりも、この枝が太いのがまたね、さあ手をちょっと今休めておりますが、休めつつ、サチさんがお受けすることそうそうないですもんね。そうやね、置くことはあんまりないかもね。そうだね、手がね、もうかなりなんです。ちょっと最後のあのくくるところまで手のね、なんだろう、手首をちょっといたわるためにも今このまま足していってます。これね、男性フローリストだったらまだもういけると思うんですよね。でも男性と同じぐらい結構私モテるタイプだから、手のちっちゃい男性とかはダメだろうな。これは手大きくなりたいね。こういうブーケを束ねるときはもう大きい人は憧れちゃう。よいしょ、おーおーすごい、ちょっとアシンメトリーな感じで左側に流れを作っていってます。うわーっとぐわっと、これももう一個行きたいな。こっちにも行っちゃおうか。よいしょ、重たい本当本当にも重たい、重いよ、ギュギュッと、たくさんたくさんハッピーが舞い込むように、ちょっと重みがすごくあるのでしっかりとこの辺りキープしておきたいと思います。茎がやはり折れやすくなってしまったりするので、折れないように茎のフォローをしておいてあげます。
しょ。ギリギリ。しびれてきた。重たい。よいしょ。すごい。実り豊かな秋をたっぷりと束ねました。お母様へのお誕生日おまかせブーケ完成です。すごいよ。めっちゃねかっこいいよね。わあ、喜んでもらえたら嬉しいな。ねえ、いつも本当にお任せくださるもんね。で、ハッピーカムのお花は最高ってね、親子ともどもすごくね喜んでくださるので、その笑顔がまた見たいですね。たくさんの力がここも全部、ね、ここもそう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 。おめでとうございます。いつもありがとう。またこれがいいよね。この子たちがゆらゆら、めっちゃ良くない？いや、もう芸術ですね。芸術の秋ね。すごい。おまかせならではね。